キロボルトマイナス85はソビエト連邦で開発された戦車である。キロボルトマイナス1の改良型で重戦車に分類される。キロボルトマイナス1戦車は大重量とトランスミッションのトラブルのせいで兵士たちに不評であり、また 76.2mm 砲を装備しているため戦車でありながら中戦車である t マイナス34と同じ火力でしかなく、 その存在意義を問われることとなった。そこで走行を削減し、トランスミッションも、新型となったキロボルト -1S が変わって、量産され機動性と信頼性は改善されたが、対弾性の優越という最大の利点を失う結果となった。また新型中戦車 T-34 から85に 85mm 戦車砲を搭載することが決定され、 火力でも中戦車に劣る存在になり下がってしまった。キロボルト -1S でも 85mm 砲の搭載実験は行われたものの、砲塔内部が狭すぎて操作が困難であった。キロボルト -1S に 85mm 砲を搭載した試作車両その一方、ドイツの新型戦車が現れた前線からは、味方の新型の一刻も早い投入を望む声が高く、 キールフ工場第二特別設計局のニコライエル・トゥホフの設計チームは試作車オブイエイクト三十七の宝刀をキロボルトマイナス一 s に搭載することにしたこのため宝刀リングは拡大され車体上部に張り出しが設けられ後期型からは十 r 型無線機が宝刀に移動したことで無線主権前方基準手がいなくなり車体の基準は 固定式となった。また、砲塔の大型化のため、スペースを失った操縦主要ハッチも廃止された。砲は、85mm の 52K85mm 降射砲が採用された。1943年7月に試作が完成した、キロボルトマイナス85はイズマイナス1配備までのつなぎとして採用され、 9月から11月にかけて143両が生産された。この後、まだイマナス -2 の生産が伸び悩んでいたことから、その砲塔を乗せたキロボルトマイナス -120 にも試作されたが、不採用に終わった。キロボルトマイナス -85 は火力の強化された新型ドイツ戦車に対し優越するほどの性能ではなかったが、キロボルト重戦車系としては最もバランスの取れた。 性能だったと言える。第7、第11、第15、第29の4つの新英重戦車連隊に21両ずつが配備、実戦投入され、そして激戦により多数が失われたが、生き残った車両は終戦まで使われ続けた。また朝鮮戦争の際、中国経由で朝鮮人民軍に引き渡されているが、この時の戦闘記録はない。ありがとうございます。